なんだけど目が真っ白なんですよ、両目。なんだこれ。はい、どうもこんばんは、ぐっさんです。本日は虹色クワガタの繁殖を始めて201日目です。で、いきなりなんですけど、目の前に2本の禁止瓶がありますね。わかりますかね。2本とも洋室が見えると思うんですよ。この2本ね、っていうか禁止瓶で育ててる幼虫は他にも2匹いるんですけど、1ヶ月以上前かな、そろそろ3本目の禁止瓶に交換しようかなっていう時期にね、幼虫の様子を見てみたら、なんとね、洋室を作り始めちゃったんですよね。もう洋室作ってるのって感じで、ちょっとね、餌交換のタイミングが微妙だったから、結局禁止瓶は交換しないことにしたわけですよ。まあ結果的にこれで良かったのかな。ちょっとね、よく見てみましょうか。こいつはね、体重が一番重たかった個体ですね。最後に重さを測った時は前回の150日目で、あの段階で 13g あったんですよ。てか全然動かないんですけど、老化する寸前なのかな。老化が楽しみですね。ちょっとキノコが生えちゃってますね。洋室を崩さなければいいんですけど、ちょっと心配です。で、こちらの個体はね、すでに老化してますね。まあ老化をして間もない色してます。よく見えないですけど、こいつはメスっぽいですね。ちょっと角度を変えてみました。虹色の種親のメスはね、2センチ台だったんですけど、この個体はね、もっと大きくなりそうです。こちらの個体も楽しみですね。虹色クワガタの繁殖を開始して今日で201日目だから、約7ヶ月になるんですけど、もう8日まで来たのかって感じがします。早いですね。で、この2匹の他にもね、菌床で飼育している個体が2匹いて、だから菌床で飼育している個体は計4匹、あとはね、マットで飼育している個体が3匹います。まあ、それらについてはまた後ほどね、報告いたします。最近ちょっと忙しくて、なかなか幼虫やサナギたちの観察ができてなかったんですけど、前に撮影したのは1ヶ月くらい前かな。あの時サナギの状態だったメスと思われるサナギ、この目の前のボトルに入っていた個体なんですけど、あのサナギね、どうやら羽化したようなんですよ。こいつはね、最初に羊化した個体で、ボトルの底にね、洋室を作っちゃったんで逆さまにしておいたんですけど、この光沢ちょっと見えますかね。ちょっとはっきり見えないんですけど、これ羽化してますよね。これ見えますかね。メスですね。メスなんだけど目が真っ白なんですよ、両目。なんだこれ。この種親はね、普通のホワイトアイじゃなくて普通の目だったんですよね。どうなんだろうこれ。あともう一本、こちらは1ヶ月前全幼だった個体なんですけど、羊化しました。丸まったおあごらしきものが見えますね。おそらくオスでしょう。で、ちょっと困ったことにね、洋室の中にコバエがいっぱい発生しちゃってるんですよ。よく見るとコバエの幼虫が張ってるのも見えます。洋室をちょっといじくってコバエを取り除きましょうか。羽化する瞬間も撮影したいし、露天掘りにします。あ、これ結構でかいっぽいぞ。超子型だよ。あんまり動かないんだけど、これ大丈夫ですかね。あ、ちょっとこれもうすぐ羽化するわ。露天掘りにしたんですけど、これ大丈夫かな。全然動かないんですよね。普通さ、サナギって刺激を受けると腹部をピコピコ動かすじゃないですか。それをしないんですよ。虹色クワガタってこういうもんなのかな。
ちょっと不安ですね。で、ボトルを全部並べてみたんですけど、全部見ていきましょうか。これね、最初に羽化したホワイトアイのメス個体、種親より全然でかいですね。で、隣、こちらはメスかな、もうちょいで羽化しそうな感じです。で、もう一丁、こいつもメスっぽいですよね。まだ羊化したばっかりみたいです。で、こちらのね、マット飼育の方ですね。マットの方はね、成長がちょっと遅いんですよね。まだ羊化してないです。こいつは羊室すら作ってないですね。結構でかいっぽいですね、こいつ。これ真ん中、真ん中のやつね。こいつも、羽化してるんですよね、多分。お尻の部分が見えるんですけど、オスだかメスだか分かんないです。掘り出すのが楽しみっすわ。で、こいつはもう洋室を作ってますね。見えるかな。ちょっと待ってくださいね。これライトで照らすと分かるんですけどね、幼虫の頭部が見えるんですよ。こいつは洋室を作った状態ですね。もうちょいで羊化して、で、その後羽化と。大丈夫かな。ちょっと1本だけ忘れてました。これね、これはあれですよ、あのちょっと元気のないブニョブニョだった幼虫を入れたボトルなんですけど、食根がね一切現れず、これダメでしょう。中のね幼虫は多分死んでます。てか間違いなく死んでます。で、合計 1,2,3,4,7 匹か。無事に羽化してくれるといいんですけど、っていうかオスがね全然いないっぽいんで、この個体相当期待してます。頼むよ。We'll be right back.